はい、えー、こんにちはレトスノーノです今日は初めにアドバイスをさせていただきます明日はなんとかなると思っちゃダメです今日やるべきことは今日中に終わらせること今日一日の大切さ、これぜひ知ってください勉強をやろうと思ってからどれだけの時間が過ぎていますかその期間にどれだけ勉強を進みましたか 3ヶ月あれば全分野一通り学習はできます。あと9ヶ月しかないので勉強の速度が遅いようでしたら本気になって勉強しましょうえ。それも今年合格するためです。それでは問いに入ります。土地の所有者は林地から木の根が境界線を越えて伸びてきた時は自らこれを切断できる。丸かバツかという問題です。で、答えはこれ正しいですね。根については 勝手に切ることができます。よって正しいです。一方、枝については自分の土地の方に超えて枝が張り出していたとしても原則勝手に切ることってできないんですね。できることで言うと、そのリンチの所有者、つまり枝の所有者に対して枝を切ってくださいと求めることができるに過ぎないんですよ。ただし、例外的に勝手にリンチの枝を切ることができる場合があります。 それどういった場合かっていうと、蓄木の所有者に枝を切除するよう催刻したにもかかわらず、その所有者が相当期間内に切除しないとき、などの理由があれば、境界線を越えて伸びてきた枝を勝手に切除することができます。まあ、この点については昨日の問題で詳しく解説しておりますので、昨日の解説をご覧いただければと思います。これは今日の問題と一緒に頭に入れていただくと効果的です。では問い2です。 不正手段により免許を受けた者は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、またはこの陛下に処せられる、丸か罰かという問題です。答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、まあ、この4つに該当する者っていうのは、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、 またはこの陛下この陛下というのはどっちも受けるということですね。このどっちも寄せられます。従って答えは丸です。でちなみにもし、宅建業者法人だった場合っていうのは1億円以下の罰金になりますので、まあ、この点もですね、合わせて覚えておきましょう。で、続いて都市計画法ですね。え工作物の建設を行おうとする場合え、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、 行為の種類、場所等の届け出が必要となることはない、○か×かという問題ですね。考えたい方は、ちょっと一旦ストップしていただいて、下の概要欄から問題をご確認ください。で、この答えは×になります。地区計画の区域のうち、一定の施設の配置及び規模が定められている、再開発等促進区、開発整備促進区、 地区区整備計画が定められている区域、まあ、この3つの中で、え土地の区画形質の変更だったり、建築物の建築等を行おうとするものは、え当該行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所え、着手予定日などを市町村長に届け出をしなければなりません。 で今、さらっと読んだんですけども、おそらく、えー、ほとんどの方が理解できないと思うんですね。なんで、ちょっと、えー、見返してみますね。これ、簡単に言ったら、この1から3、この区域の中で、土地の形質変更だったり、建築物の建築、これを行おうとするものは、工事をする日の30日前までに、市町村長に届け出をしてくださいねっていう話なんですよ。 土地の形質の変更っていうのは、まあ、例えばブルドーザーを入れて、土を取ったりとか土を入れたりする行為っていう風に考えていただいたらいいです。つまり土地の工事ですね。土地の工事。造成工事って呼ばれるものです。で、建築物の建築等の中に工作物の建設も入ります。まあ、工作物ってね、なかなかイメージしづらいんですけども、例えばカーポートとかですね。カーポート。 こう柱があって屋根だけついたような、まあ、建,建物ではないけど、まあ、工作物ですね。カーポートと呼ばれるものです。そういったものの建設も含まれてくるんだよと、まあ、いうことですで。今回の問題で言うと、届け出が必要となることはないって書いてあるんですね。工作物の建設を行おうとする場合、これ、地区整備計画が定められている区域ですよね。今で言ったら3番だったかな。 3番ですね。この区域で工作物の建設を行おうとすると。つまり、これ、届け出が必要なんですよね。で、問題文を見ると、届け出が必要となることはないってことは、これ、届け出不要って言ってるわけですよ。だから、これは誤りだということになります。 で、今言った1から3のこの区域の名前を覚えるの、これ大変じゃないですかね。一、まあ、つ一つこれを細かく覚えるってなかなかね、大変なんですよ。なので、もうこれについては地区計画の区域っていう風にもうまとめて覚えていただければ大丈夫です。実際問題とかでも地区計画の区域ってこう入ってますよね。こっから判断してもらっても問題ございません。で、実際覚えなければいけない言葉と覚えなくてもいい言葉っていうのは あるんでですよで今回のこの1から3ってまあ覚えなくても正直いいですただ地区整備計画この辺はですねよく出てくるのでまあ覚えてくると思いますやっていく中で勉強を進めていく中でちゃんと覚えなければいけない部分と覚えなくてもいい部分をちゃんと明確にしていかないと何でもかんでも全部覚えるってなったらそれは覚えられないですよねだから 覚えなければいけない部分を明確にしながら勉強を進めていっていただければと思います。まあ、個別指導ではねあのご質問いただいた時にこれ覚えなくてもいいですよみたいなことで、えー、解説してるんですけども独学の方だと自分自身で過去問研究しながらあこれ覚えていないと解けないなとかあこれ覚えていなくても解けるなっていうようなことを常に意識しながら勉強を進めることをおすすめいたします。 もしチャンネル登録していない方は、下の赤いチャンネル登録のボタンをクリックしてチャンネル登録していただければと思います。その隣にベルのマークがあると思うんですけども、そちらベルマークを押していただいて、すべてというボタンを押していただくと、ベルが鳴った、ね、画像になります。そうするとですね、私が新しい動画を更新したときに通知が来るようになりますので、ぜひそちらもご利用ください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次回楽しみにしていてください。レトスのオノでした。